皆さんどうもお疲れ様です。今日もね7号3で、警戒に出撃中でございます。何も言うことはないですけども、釣り日和ですね。気持ちいいです、気持ちがいいです。風が、いやーこの道もチャリンコで走ってると気持ちいいですね。バイクだとねどうしても駐車場からね歩ける範囲しか行かないんで、こうやって細かく移動できると非常に楽です。はい、ではまた現場から失礼します。皆さんどうもお疲れ様です。今ねえらいことがありまして、ちょっとそっちの方から入ってったらめっちゃスズメバチにロックオンされて、いやー本当に東北に来月で行った時以来のね警戒を食らいましたね。ちょっと追われました。20メートルぐらいちょっとあっちまで走って、いやー巣があるわけじゃないんでしょうけど、めちゃめちゃビビった、疲れた。そしてはい、ということでちょっとバタバタしましたけど、あっちのねアングラーさんがねでかいのかけてるんだか、スレで大変なんだかわかんないですけど、ちょっとね来た時からずっとファイトしております。なかなか上がらないみたいですね。濁り方は 10% か 5% 改善したかなっていう感じです。改善っていうか薄まったかなという状態ですね。はい、それをよく捉えるか、薄まっちゃったかと捉えるか、それはね個人の好みだと思われます。こんな感じ。ですね、どれだ、これがあって、これか、この岩で水深が30センチないぐらい、25ぐらいなんですよね。で、まあ端っこの方に行くとなると30センチぐらいなんですけど、この辺ちょっと怪しくなるから水深3、40センチぐらいでも見えなくなるようなイメージです。はい、くるみで釣れました。22度ですね。安定してますね、最近ずっと22度です。はい、で時刻の方が、9月21日10時44分です。マジビビった。黒い格好してるからそれもあってちょっとね追われる危険性が上がるっていうのと、この間も動画で言ったと思うんですけど、秋がね一番スズメバチの攻撃性が上がるので、いやーでかかったな。親指まではないにしても人差し指ぐらいのこの辺ぐらいまではありましたね。ちゃんと追ってくんですね。怖い怖い、マジで怖い。ワクチン打つ前にもアナキラフィキシで死んじゃう。ああでもあれか、昔刺されたことあるのはアシナガバチだからスズメバチとまた違うんですかね、毒が。はい、やっていきます。今日はディアルーナの 96M B の 96M ですね。そして86最近使ってるんですね。一回使っただけで86最近出番ないな。バックラッシュするイメージがちょっとついちゃったんで86ちょっと控えてますけど、そのうちまた86も使っていきたいと思っております。デュアルーナのね、まだファイトしてんのかなあっちの人、 A かな、大変だな、やってるな、まだファイト、まだやってますね。かなり長いことやってらっしゃいます。はい、じゃあね上州屋で6000円ぐらいで買った偏光サングラスをつけてやっていきたいと思います。イナッコとかがいますね。8センチぐらいのイナッコの群れがたまにちらちらいます。まだファイトしてる、すげえ。あれがスズキだったらやばいっすね。ちゃんとした食ったスズキだったら相当やばいっすよ。多分スレだと思うんですけどね。お願いします。どっちなんでしょうかね。もしかしたらなんとして食わってるのかもしれないし、ただそのちょっと下流側に黒大師さんがいるから黒大師さんの方に行っちゃうとねどうなるのかっていう、結構流れがずーんと重く効いてるんで、それが、魚にとってかなり有利な状態に働いてるのかもしれないですね。まだファイトしてらっしゃいますね。いいかな、ハクレンかな。あー綺麗だな、イナッコもキラ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 。
岸際の海藻を食べてます。海藻っていうか藻か苔か、アユみたいですね。こんな川の前もアユを通る、アユが通るんですかね。篠崎水門の方でなんかとわみとかやったりして、昔血合いを取ったりとかっていうのがあったらしいですけどね。今もやっていいんだか禁止なんだかちょっとわからにかねますが、ほらまだファイトしてる。あー結構大変そうだな。一応今メタルマスターの 21g でやってます。ちょっとゴミ引っかかってくる率はちょっと減りましたけど、まだやっぱこういう細かいのが引っかかってきます。そこを探ると、うわ大変そう、なんか GT と戦ってるみたい。網持ってらっしゃいますね多分。流れてる流れてる、流れが速すぎる。よし着底、ゆっくり巻いてたりすると結構コンってこう来るんですよね。それが気持ちいいんですよね。そんなに多く体験したことあるわけじゃないんですけど、もちろん。でこのブルブルを感じやすいところにセッティングできる穴が3つ開いてるから、後ろは使わないですけど真ん中にねやると結構ブルブルが感じるから、そのね、そこをギリギリ擦ってないかな、ちゃんと動いてるかなっていうのが分かるんでいいですね。ああ葉っぱついてきちゃうか。見えなくなるぐらいまであっちの方まで行っちゃった。うわ相当あっちまで行ったな、すげえな。まあ多分スレでしょうね。スレで魚にとって有利なポジションにかかっちゃった以外ないですね多分。いやマジ怖いな、こっち来ると。さっきそこの森みたいなところのこのダマのところにスズメバチ来たんですよ。オニヤンマ君忘れちゃったな、してくるべきだったな。水がいい感じに綺麗ですね。濁ってるけど綺麗、なんとも言えない表現なんですけど。うわ、すげえ。すごい形の木がありますよ。ああ、行っちゃった。あの人、見えなくなるぐらいまで。木の向こうの方まで行っちゃった。すごいな。何と格闘してんだろうな。ハクレンかな。あっちの曲がったところのシャローの方に行って、ちょっと流れが緩やかな方に誘い込むのかもしれないですね。疲れるだろうなきっと。これ気持ち悪いですね、なんかボコボコして。また来やがったかてめえって感じで、スズメバチにロックオンされたらちょっとこっから逃げ、え大丈夫か。まあその中に巣はないと思うんですけど、さすがにね。危ねえ、ああ今のもちょっと危なかったな、キャストが。暑いっすよ今日皆さん。やべ寝なかった、やっちまった。ちょっと油断した、カキ殻か。なんか寄るな。おいおいおい、俺もなんか違う魚じゃないでしょうね。
勘弁してくださいよ。マジでいいとこだったらやだ。さすがに地獄。あ、取れた。あー、ラッキー、よかった。なんで取れたんだろう。針がどうなってるか。なんか結構皆さんあれ書いてるっぽいですね、アマゾンペンシル。僕全然ちょっと結構見合ってたんですけど買えなかったっすね。でネットのやつもなんか何じゃっけな、ですね、9時ぐらいから販売開始とかっていうなんかそういうサイトがあったんですよ。で8時半ぐらいによしやるぞってスタンバってて、なんかちょっと用事やってたらもう9時20分になってて見たらもう終わっちゃってました。売り切れてました。やっぱみんなチェックしてたんですね。もうどこにも売ってないっす。キャスティングの方が早かったんですかね、もしかしたら。上州屋の方がこれからなのかちょっとわかんないですけど、多分あんまりあれかもしれないですね。ブルーブルー入りましたとかそういうやつより言わないのかもしれないですね、今回のアマペンに関しては。でちょブログみたいなので言ってる、つぶやいてるあのお店はありましたけどね。錦糸町店だったかな、どこだった、どっかですぐに完売しました。あ、違うか、あれか、南行徳店か、すぐに完売ですってなってました。またやったな、さっきと同じようなとこだな。あ、やべ、切れた。最悪だ、書き捨てかな、カキ殻だろこれ多分。リーダーは残るっていうシステム。いっぱいあるんでね、昨日いっぱい仕入れたんで、ほらいっぱい入っちゃいます。10、あー、どうしようかな。 14g、21g、もう1個しかねえな。いっぱい持ってきたつもりだったのに。これやってみますか、みんなが釣れる釣れるいうウェーバー、ウェーバーをやってみます。皆さんがいいよって言ってくれるんで、ウェーバーの 21g、 うん、リーザーが、リーザーじゃない、ノットじゃなくてあれがない、スイブル、スナップ、スナップ、スナップドラゴン、はい、スナップで、リーダーが全然ないんですよ、ナイロンの30ポンドが。だから大きいやつで買っちゃいましたね。大量のメーターが長い方で買いました。よし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 、急げ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 、はい、完了。ラインカット、ラインカット、ラインカット、どっちだっけ、あった、はい、切った糸くずも捨てません。ウェーバー、これ塗装が剥げるのは早いけどね、まあしょうがないでしょうかね、安いからね。はい、70S ってやつですかね、使う前から剥げてるからね、もうこれ新品で買ってんのに使う前からもう剥がれてます。さすがに剥がれすぎでしょう。ちょっとこの位置は目がかったので少し下がります。あー、スズメバチ怖いけど、ここで追われたらもう逃げれないですよね。たまたまいたってことにしておいてくれ、頼むぞ。ブーンって来るなよ。来るとこ刺されて死んだなんてなったらもう取れ高バッチリですけどそんなの嫌だ。カチカチ鳴らしますからね、音。カチカチっていうかなんか警戒音鳴らすんですよね、本気になると。大丈夫か。はい、とりあえずここでやります。船さんが通ったらやろうかな。
船が通る前はこんな色してるんです。ボラとか見えますかね、そこにボラとかがいるんですけど、偏光サングラスをかけてみたらどうなんですかね。 GoPro にこうやって偏光サングラスかけて、カメラどこだ、ここか、こうやったら見えるんですかね、変わんないですか違いがわからないか。来た、波が。さあこれ一投投げて終わり。パワーブレードも入れたいところですよ。オッケー、 21g ですかね。ちなみにこれは、あーいいね、また鉄板とは違ったブルブル感があります。ちょっと差を上げ気味で、団地前に行こうかなと思ってたんですけど、この後にね、団地前に行く前にちょっとね、公園の方でキーに寄ってから行こうかな。そういう時も自転車はいいですね。はい、ということでオレンジ縛りで今日やってみました。やっぱね、釣り人さんは少ないですね。浦安側なんかはほぼゼロに等しいんじゃないですか。見えにくい範囲ほぼいないですね。あ、浦安側行ってみようかな。あ、でも時間がないか。浦安側はちょっとね、最近宮城川すぐ河口よりももうちょっと下がった方、前浜大橋寄りの方がちょっと人気あるみたいですね。はい、さっきの魚かけたお兄さんはどっかあっちの方へいなくなってしまいましたが、はい、ではね、ということで今日の撮影は終わりたいと思います。でまた明日よろしくお願いします。夜釣りとかでもね、もし釣れたりしたらなるべく暗くないところでやろうとは思ってるんですけども、釣れたらねちょっと、動画にできたらなと思っております。では失礼します。キックビートいきます。キックビート21、来たシーバス来たと思ったらシーバスか。オッケー、ちっちゃいけどゲット。ごめんオッケー、ちっちゃいけどゲットやった論人のキックビート聞きました、初めて。あららら、ごめんよし。あれは軽く写真撮って、いや、やりました。こんな感じ。ちっちゃいですけど、ゲッツ。ちっちゃいけどゲッツ。ありがとう。じゃあ一回ちょっと撮影だけして失礼します。リリースします。失礼します。さあ今回復を測ってます。33センチでしたね。聖子ちゃんです。キックビートで食わせました。銀メッキ買ってきてもらった銀メッキ。バスみたい。
ありがとう。はい、続けてやっていきたいと思います。